っしゃーよっしゃー来たーよっしゃ。お魚ハンターの春です。今回も動画を見ていただきありがとうございます。あとね、いいねと登録とコメントもいつも本当にありがとうございます。はい、ということで今日はこちら、はい、羽物ルアーで釣るための方法を解説ということでね、やっていきたいと思います。はい、羽物ルアーね、こちらです。羽が生えてるルアーなんですけど、まあね、結構いろんな人が解説してるし、最近流行ってる釣りなのでいろんなルアーも出てます。ただね、僕はね、羽物マニアということで、30種類以上の羽物を集めて使っています。でね、羽物投げまくっている私だからこそ語れることもあると、大いにあると思いますし、結構ね、やってる釣りなのでこの解説は自信があります。なので羽物でね、まだ1匹も釣ったことがないよっていう人にはもちろんのこと、1匹釣ったんだけどちょっとまぐれ感がある釣れ方だったから、もっと狙って釣れるようになりたいみたいな人に見ていただきたいです。はい、もともと1本の動画でお話ししようと思ってたんですが、詳しく話すと長くなってしまったので3本の動画に分けてお話ししていきたいと思います。今回は羽物を使う時のタックルセッティングについてお話ししました。投げたい羽物があるんだけど、竿、リール、糸、何を使えばいいのかわからないという方や、羽物投げてるんだけどタックルセッティングがいまいちでよくバレてしまうという方、この動画を見ればバレないようなタックルセッティングわかると思います。ぜひご覧ください。というわけでね、早速解説していこうと思います。今回のね、動画で解説する羽物の、前提条件なんですけど、とりあえずこの今結んであるのは D スタイルの、レゼルブハッチっていう羽物です。これね、かなり使いやすいやつなんですけど、前提としてこれぐらい以上のサイズなんで、重さでだいたい1オンス 28g 以上の羽物、1オンスから2オンス3オンスぐらいのでかい羽物を使う時のイメージで話していこうと思います。これよりね、ちっちゃいのも結構あるんですよ。去年流行った、なんだっけ、アベンタクローラーバゼルとか、あとね、 D スタイルのレゼルブのオリジナルのやつとか、そういうね、これよりかなりちっちゃいめのマイクロダッチとか、そういうのもあるんですけど、今回の動画ではこれ以上のサイズということで話していこうと思います。なんで、メイドジャパンのダッチとか、今勝のアベンタクローラーノーマルのやつとかね、あとは、デプスの NZ クローラージュニアとノーマルの NZ クローラーとか、そのくらいの大きさでイメージしてもらえばいいかなと思います。でね、まずロッドからいきますかね。ロッド、竿は1オンス以上あるルアーなんで、硬さ表記的には MH 以上、 MH とか H ぐらいをおすすめします。でね、長さとかは好みとか体型によると思うんですけど、おかっぱりで基本やる釣りなんで、自分的には7フィートないぐらい、6フィート8インチとか、そんぐらいの、短めのロットで、あんま遠投する釣りじゃないんで、6フィート台の竿がいいんじゃないかなと思ってます。で、硬さ、長さで、あとテーパー、この調子なんですけど、よく曲がる竿がいいですね。はい、なんで、MH とか H なんだけど、ジグロットとかじゃなくて巻物ロットがいいんじゃないかなと思います。なんでクランク用のちょっと硬いやつとか、そういうのがいいですね。で、このロット、僕がよく使ってるタトゥーラエリート、これアメリカのダイワ、 US ダイワのロットなんですけど、これは、7フィートちょうどでクランキングのロットですね。表記は MH なんですけど、グラスが入ってて、
カーボンの中にグラスも入ってるんでよく曲がるんですよね。でなんで曲がる竿の方がいいのかというと、かかりやすいんですよね。バイトが巻いてて途中にバーンって食ってくるんで、どっちかというとこうかける釣りというよりも乗せる釣りなんで、ロッドの曲がりしなりでバスにルアーを送り込んで、はい、口にかけるみたいな形なんで、よく曲がった方がいいです。逆にね、硬すぎるとこうボーンってバイトしてきたのに対してロッドがバーンって反発しちゃって弾いてバレるみたいなのが結構あるんで、よくしなってティップが入る竿の方がいいですね。はい、なんで、まあ、グラスコンポジットとかのロッドがおすすめです。リールですね。リールは、太いっす。この糸のしっかり巻けるリールがいいと思います。まあ、糸はちょっと後で詳しく話すとして、ナイロンの20ポンドを使ってますので、まあ20ポンドの糸がそんなに長くキャストする釣りじゃないんで、まあ、50メートルぐらい巻ければいいかなと思います。でね、ギア比については、ゆっくり巻く釣りなんで、ゆっくり巻くのが苦じゃないように、エクストラハイギアとかは良しといた方がいいと思いますね。エクストラハイギアっていうのは、このちょっと巻いただけでガーっていっぱいこう糸が巻けるリールなんですけど、それだとね、ゆっくりルアーを巻くためにはこのハンドルを超ゆっくり巻かないといけないんですよ。そうするともうじれったすぎてちょっとやってられないとか、あとちょっとの巻きスピードのこの手元のスピードの違いで結構ルアーが極端に反応しちゃうんで向いてないですね。ちょっとお見せすると、このぐらいのゆっくりなスピードでルアーが動くようにしたいんですよ。で、これ今使ってるのがレギュラー、ギア比 6.2.1 なんですけど、そのリールですらこのゆっくり巻きな感じ、この感じで巻くんですけど、これエクストラハイギアだと超ゆっくり巻かないといけないと、このハンドルを。そうするともうとてもじゃないけどこれをやり続けるのはもう根気的に無理だよねっていうことで、リールはハイギアか、このノーマルギアくらいをおすすめしてます。まあ、あとは個人の好みによると思うんですけど、僕はこのノーマルギアのバスワン XT、 ちょっと古いリールなんですけど、これとあとはハイギアの、なんだっけ、ジリオン、ハイギアのモデル 7.2:1 のやつなんですけど、それを、ハンドルを長くして使ってます。ハンドルを長くするとね、これちょっとだいぶマニアックな話になってきたりするんですけど、ここの1回転の長さが長くなるじゃないですか。だから実質ギア比を落としたのと一緒になるんですよ。まあ、なんでハイギアのリールのハンドルを長くすると、ノーマルギアみたいな感じで巻けると、よりゆっくり巻くのに特化してる、まあ、ハンドルに変えて使ってます。でね、なんでロングハンドルがハイギアをロングハンドル化するといいかっていうと、かかった後にガーって巻いた時はハイギアの良さ、巻き取りの速さを活かせるんですけど、こうかかる前のアクションでグーってゆっくりゆっくりゆっくり巻いている時はこうノーマルギアの良さを活かせるっていう、まあいいとこ取りな感じなんですよね。なんで自分は羽物の釣りの時はハイギアのリールのロングハンドル100ミリだっけな、100ミリだかのクランクハンドルを使ってます。はい、ノーマルギアかハイギアか持ってるリールでちょっと
まあ、ちょっとデカめのルアーを投げやすいやつでやればいいんじゃないかなと思います。はい、ということで次は糸ですね。この糸、糸はナイロンライン一択だと思ってます。はい、しかも太さは、20ポンドとか25ポンドとかそういう太いやつがいいですね。釣れる魚がもう本当40アップから50アップぐらいのでかい魚にが釣れる確率が高いので、やっぱ糸は太い方がいいですし安心ですね。はい、で、なんでナイロンなのかっていうことなんですけど、まずナイロンは浮くんですよね。はい、こうやって糸が水についても糸が沈まなくて浮くので、トップウォーター、水面のこの浮くルアーに合うっていうのがありますね。フロロカーボンラインだと、糸が沈んじゃうので、こうやって例えば投げて置いておくときに糸がどんどんファーって沈んじゃってて、この最初の動き出しが悪くなったりとか、魚にね見切られちゃったりとかする原因になったりします。浮く糸は浮く糸でも、なんで P ラインじゃないのかとか P ラインの方がいいんじゃないかっていうことになるんですけど、 P がダメなというか向かない理由は、こう引っ張った時に伸びないんですよね、パーンって。なんで、まあ、さっきの竿の話とも共通するんですけど、このナイロンラインはちょっとこう引っ張ると伸びるんですよ、ここがね。糸自体が伸びるんで、強烈な魚のバイトが巻いてる途中に来た時にでも若干こう遊びがあると、若干こうグンって魚に引っ張られてからピョーンって伸びる、こんな感じがあるので、さっきの竿の話と同じで、硬すぎるとバチーンって弾いちゃって魚の口から外れちゃうっていうことがあるんですけど、ナイロンの方は伸びがいいので、まあ、P より向いてるということですね。で PE は、まあ、あとは円筒とかにも向いてる糸なんですけど、この釣り円筒する必要があまりないので、基本的にはこう円筒しないような短距離線の釣りなんで PE は使う必要ないんじゃないかなと思ってます。でさらに詳しいことを言うと、ナイロンラインにも低振動ラインっていうやつがあって、伸びにくいナイロンラインっていうのがあるんですよ。はい、それの方がおすすめです。伸びやすいナイロンラインだと、さっきはね伸びるのがいいって言ったは言ったんですけど、伸びすぎると逆にバレちゃう、原因になるので、適度な伸び感が欲しいということで低振動ナイロンがおすすめです。ちょっとねこの辺細かいんですけど、結構自分も低振動じゃないナイロンラインを使っててバラしたっていうね、それが原因でバラしたっていうのが過去何回かあったんで、それ以来は跳ね物を釣りするときは低振動ナイロンを使ってます。はい、以上タックル編でした。皆さんね、好みとか自分のね体型とかそういうのにも関わってくるので、一概にこれっていうふうには言えないんですけど、僕の好みでお話ししました。まあね、これから大きく外れることはないので、これを中心に自分の持ってるルアーとか好みのタックルセッティングに寄せて、自分なりのタックルでやっていただけたらいいかなと思います。私が使ってる詳しいタックルの情報は概要欄に、載せておきます。Amazon の購入リンクも載せておくので、迷った方はそちらから糸とかね買っていただけたらいいかなと思います。はい、ということで次回は跳ね物が生きる状況編をやりたいと思います。天気とか時間帯、時期、場所、どんなところに投げれば釣れるのかなんてことをお話しする予定です。そちらも楽しみにお待ちください。ということで、また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。